自民党の安全保障調査会が、国家安全保障戦略 NSS などの戦略3文書の改定に向けた提言案の中で、防衛予算を国内総生産 GDP 比を北大西洋条条約機構 NATO が、各加盟国に求めている 2% に合わせて同等かそれ以上とすることを、5年以内と明記する方向で調整していることが明らかになっているよ。今の情勢を見て、ようやく日本も重い腰を上げようとしているんだね。少し遅すぎた感じはするが、このまま何もしないよりはいいな。降格降下、世界は軍拡ムードだもんね。そうだね。それについて、自民党では5年以内としている期日をさらに早期実現を目指す姿勢と強めていることも明らかになっているんだって。さて今回は、防衛費の5兆円増額で自衛隊が購入すべきものについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省における防衛予算においては、これまでの水準はおおむね GDP 比の 1% 弱で、2022年度予算は5兆4500億円だったんだけど、安倍晋三元首相は23日の自民党会合において、5年間で NATO 並みに増やすことを念頭に置き、2023年度の防衛費は6兆円台後半とするのが適当であろうとの見方を示しているね。自民党の副案では、今後5年間で2022年度防衛費の5兆4000億円を毎年段階的に増やし、最終的には10兆円台に乗せることを目指しているとされ、有権者もまた、ロシアによるウクライナ侵略による安全保障上の懸念を受けて防衛費の増額には理解を示しているんだ。やっぱりウクライナでの出来事は日本の考え方にも影響を与えたね。このままじゃダメだって多くの人が危機感を持ったんじゃないかな。例えば産経新聞電子版が4月18日発信した、産経新聞社と FNN との合同世論調査で、防衛費増額について実施したアンケート結果によると、日本の防衛増額について質問に対し、大幅に増やすべきだとある程度増やすべきだの回答が合わせて 57.0% となり、今のままでいい 33.0% などを上回ったとされているからね。防衛費が10兆円に総額されるとすれば、2022年の5兆4000億円にさらに5兆円が加えられることになるんだけど、それをどのようなことに使うべきなのかということが議論を呼んでいるよ。5兆という数字は庶民感覚から見ると、とてつもなく大きな金額で全く見当がつかないが、軍事費としては、例えば、アメリカ海軍の新型原子力空母であるジェラルド・アール・フォード級の、1番艦ジェラルド・アール・フォードと建造中の2番艦ジョン・F・ケネディに、計画中の3番艦エンタープライズの3隻を合わせた、すべての設計開発費と建造費の総額が430億円約4兆8000億円とされているぜ。しかし、このことを比喩に挙げて5兆円など大した金額ではないと。デイリー新潮がその記事の中で主張しているのだが、原子力空母3隻建造する金額が大した金額でないとする感覚がおかしいんだよな。そうだね。デイリー新潮の記者は、5兆円など3隻の空母で簡単に吹っ飛ぶことがわかる。まして空母だけ建艦しても意味がない。艦載機である F-35 は、1機あたり約127億円と言われる。これを何10機も用意しなければならないと書いているんだけど、そもそも海上自衛隊がいきなりジェラルド・アール・フォード級の原子力空母を建造するわけがなく、5兆円という規模の予算の比喩にこれを当てはめる発想は、あまりに突飛な話ってわけ。冷静に考えれば2022年度に5兆4000億で現状の自衛隊を賄ってきたのであり、その中には海上自衛隊であれば出雲型護衛艦出雲加賀の空母化改修や新型 FFM 最上型2隻、新型通常動力型潜水艦太平型1隻、P1 哨戒機3機などの建造費他で1兆4092億円。航空自衛隊では F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A 型8機779億円と、垂直短距離離着陸機型の B 型4機521億円の合わせて1300億円が含まれているんだ。これだけ見ても5兆円の予算増額が、どれほど国防に貢献することになるかということがわかるよね。デイリー新潮の記事ではさらに、匿名の軍事ジャーナリストの話として、5兆円の使い道としていくつかの案を挙げていて、それは空中給油機と早期警戒機の増強、攻撃型無人航空機 M99 リーパーの採用、そして対地巡航ミサイルトマホークの配備とされているよ。航空自衛隊の空中給油機は現在 KC-767 を4機運用しているんだけど、これに KC-46A を加えることになっていて、2024年後まで20機体制の計画だけど、これと早期警戒管制機 AWACS を増強するとの意見にはインターネット上でも賛成する声が多いみたい。航空自衛隊戦闘機が日本上空の航空優勢を維持するためには、着陸して補給することなく長時間空中で警戒することが必要であり、ミサイルなどの兵装は補給できなくとも、燃料だけでも給油する意味はあるな。また、
攻撃型無人航空機の MQ リーパーの採用は、航空自衛隊パイロットの損失を防ぐ意味で有効だろうぜ。そして巡航ミサイルトマホークの配備については賛否両論があるんだけど、トマホークは1発が143万ドル約1億8600万円で、1000発購入しても2000億円でお釣りが来るんだよね。海上自衛隊の護衛艦にも搭載されているマーク41垂直発射システム VLS から発射可能で、潜水艦の魚雷発射艦からも水中発射が可能であるため、導入してすぐに運用することが可能だし、防衛省では現在、陸上自衛隊が運用している、一蓋式地対艦誘導弾の射程延伸開発を進めていて将来的に 1500km まで延伸する計画なんだけど、この国産トマホークとも言える長射程ミサイルは地上発射型のみならず、艦上発射型と航空発射型も開発が進められることになっているよ。とはいえ実用化にはまだ時間を要するため、それまでのつなぎとしてトマホークを採用することで、中国、ロシア、そして特に北朝鮮への抑止力として有効であると見られているね。そして、デイリー新潮の記事に登場した軍事ジャーナリストは、陸上自衛隊の戦車について触れ、自衛隊では第2世代戦車の74式戦車、第3世代戦車の90式戦車、第 3.5 世代の10戦車が稼働していて、防衛省は74式を10式に置き換える方針をとっているが、戦車の数が減らされているという問題があるとして、この先本州方面では戦車が実質例題となることを問題として指摘しているよ。さらに10式戦車の開発より、優秀として高い評価を得ている90式戦車を改良した方が安上がりで早く実現できるとして、それをしないで10式戦車の開発を急いだのは、財務省が兵器の改良改修に理解を示さなかったからだと指摘しているんだけど、これは10式戦車開発の経緯について勉強不足と言えるかも。10式戦車に搭載されている C4I システムは戦場に配備された戦車がネットワークでつながり、一台の10式が敵を発見すれば、他の戦車も敵の情報を共有することが可能となるシステムで、さらには海上自衛隊の MOF システムなどとも相互運用が可能で、最終的には陸上海上航空3自衛隊の統合運用を見据えたシステムとなっているよ。90式戦車の後継戦車の開発においては、日本を防衛するための能力を将来にわたって維持する必要があり、将来戦に対応できる機能性能を有することが条件とされ、この C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷に加え、火力防護力機動力の向上、全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたんだ。この際に現有戦車の改修や諸外国の戦車導入も検討されたんだが、まず現有の74式及び90式戦車を改修することに決定した場合、C4I システムを搭載するには戦車内部にスペースが足りず、さらにこれら消費電力が大きい電子機器への給電能力においても不足しており、その外ことからも見められるがを出さないとされたぜ。また、諸外国の新鋭戦車を導入する場合には、外貨の輸出問題に加えて、いずれの戦車も90式戦車より大型で重量が重い上、各国独自の C4I システムを陸上自衛隊の C4I システムに適合させるためには大規模改修が必要となり、さらなる費用と時間がかかることから導入を見合わせられたんだって。本州の戦車配備ゼロ問題については、105mm ライフル砲を搭載した装輪式の16式機動戦闘車が配備される予定であり、10式戦車と比べれば搭載砲の威力や装甲などにおいて若干劣るものの、機動性では10式戦車を上回り、日本の道路事情にはマッチした装備と言えるね。日本に侵攻を企てるとすれば、現状ではロシアが想定されるんだけど、その目標となるのは極東ロシア軍の戦力から考えて北海道が限界であろうと見られ、10式戦車を北海道に重点配備して本州の防衛には16式機動戦闘車を当てる方針を支持する声は多いみたいだよ。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ガチャピンとムックについてだよ。ガチャピンとムックといえば一昔前に一世を風靡したキャラクターだね。確かに。なんか懐かしいな。そのガチャピンたちなんだけど実は師弟関係だって知ってた？え、そうなの？設定なんてあったこと自体びっくりだよ。いや、普通は友達かなって思うだろ。そう思うよね。なら解説していくよ。一見友達かと思いきやよく見たらムックがガチャピンに喋りかけるときはしっかり敬語を使ってるんだ。確かに言われてみれば。しかも、ガチャピンから喋りかけるときは敬語を使ってないんだよ。だからってそれだけで師弟関係とは言い切れないよね。そうだね。だけど、初期設定から師弟関係だったとされているんだ。へえ、そうなんだ。
でも小さい時だから何も気づかなかったけど、今改めて言われるとめちゃくちゃ敬語使ってるね。確かに、初期設定が指定関係なら間違いないな。ならガチャピンとムックにまつわる雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。